はい、こちらなんですけどね、こちらも、またね、以前の続きで、押し入れの方からね、出てきました。これね、だいぶ古いと思いますよ。まあ、これ、誰もが見たらわかる、ファイナルファンタジーですね。で、みんなが知ってるようにね、もう、僕のちっちゃい時の時とかやったら、スクウェアとね、エニックスが、まあ、当たり前の話ですよ。まあ、今の人もね、今の若い人も結構まあ知ってるとは思うんですけど、まあね、もう一つの会社になって一緒にやってるからね。で、まあだからといって、じゃあスクエアの時とエニックスのね、単体同士の商品がね、未だにじゃあ今の子がパッと見て、あ、古いんかって絶対そういうわけじゃないんですけどね。まあこれ見ていただいたらわかる。これモーグリですね。かわいいですね。これほら。ちょっとね、見えたらでいいんですけど、えらいね、僕のちょっとこれ光が強いんで、まあちょっと見えにくいですね。まあスクエアチャイナとは書いてるんですけど、スクエア単体ですね。で、これがモーグリーさんですね。こちらとこれダブってます。で、なんかね、武器、槍みたいなの持ってるんですよ。で、これね、結構古いと思いますよ。もう20年ぐらい経ってんちゃうかな。で、こちらとこちらも一緒ですね。うん、別になんかバグがあるとかそんなじゃないですけど、これね、見ていただいたらわかると思うんですけど、あ、なんでもないです。まあ、こちらとこれ一緒で。結構ね、みんなもね、知ってると思うんですけど、前からね、僕何回か言ってるんですけど、必ずじゃないんですよ。この時代の時のね、もうおもちゃとかこういうフィギュアのこういうね、ガチャガチャとか、まあ、ガチャガチャじゃなくてもね、こんな感じのサイズの、おもちゃとかフィギュアね、もう、今結構ね、競り落としがね、どんどん上がっていってるんですよ。で、それがね、絶対とは言わないんですけど、外国のね、外国人の方がね、多分、ヤフーオークションでやってると思うんですけど、で、みんなも知ってる通りね、何言ってんの？ヤフーオークションって、ね、日本人しか無理、外国の人は、まあ基本ですよ。基本無理じゃんって思うけど、多分ですよ。そのね、外国人の方がメールなりいろんな方法をとってね、日本人の方とこう、友達になるわけなんですよね。で、お友達になって、リストみたいなの渡してね、もしこれとこれとこれ揃ったらお金ちゃんと渡すからね、揃えといて、みたいな感じで、で、あちらの方はね、僕らみたいにあんまりこのお金をね、気にする人たちが少ないんですよ。で、まあ、高額な値段でもね、まあまあ、高額って異常な高額じゃないんですけど、まあ僕らよりね、やっぱ2倍、3倍のお値段出す人がいるんですよ。うん。で、その2倍、3倍のお値段出してでもね、やっぱ買う人がいて、その人もなんでね、意味なく2倍、3倍出してるわけじゃないんですよ。やっぱりね、もう数が少なくなってきてるっていうのを僕ら以上にね、分かってきてるんですよ。うん。でね、あと、何が言いたいかって言ったら、僕が言ってるね、オークションとかね、よくなんとかの一例、なんとかの一例で、うわ、こんだけついてるんですよっていうのは、おそらく外人のね、ごめんなさい、外国人の、まあ、お金持ちの方の、お金のね、落札後の、一例であって、日本人がそれをね、同じお金で競り落として出すかって、まあちょっと違うと思うんですけどね。で、こちらと多分一緒ですね。なんかこの着てる鎧っていうか、このスーツが違うだけでね。すごいでしょ。まあ僕の予想ですよ。多分ですけど、もうこれね、まあ外国人の方が僕の目の前にいたらですよ。多分ね、この6つで、多分ですよ。はって言うと思うんですけどね、こういう関係のね、一回ヤフーオークション落札後っていうのを見てみてください。あれって思いますよ。昔とね、出す人によったらお値段をね、あれ今こんな値段ついてるのっていうのがあるんですよ。まあ、ほんで、その方たちの一例をもしこの場で言わせていただいたら、多分この6つですよ。1000円から1500円出すぐらいな人がいると思います。で、このね、6つ、まあ、例えばですよ。これ、まあ、これとこれダブってますよね。で、これで4つじゃないですか。で、このよ、まあまあ、これね、1個あたりに、ね、ちょっと待ってくださいね。今回ね、
これね、200、見えますかね、250円の福袋に、あ、今回大ですよ。最近買ったわけじゃないですよ。これもよく僕が言ってるね、15年前から15年前に、よく通ってたね、中古フィギュアショップの場所で買っていて、まあ、それをね、袋から今、さーっと出して、まあ、それを一つあたりの計算にすると、まだね、もう半分こっちにあるんですよ。1,2,3,4。まあ、だからね、約10個入ってて250円が、1個25円ですね。買った、お値段がね、まあ、ダブリも入れまして。だからね、めちゃくちゃ安いんですよ、やっぱこれ。うん。ありえないですね。もう、絶対にこれね、こんなお値段ないと思います。結構ね、本当に、これあれですよ。多分ね、鉛筆に刺すタイプやと思うんですよ。ほら、わかります？指人形じゃないですね。間違ってたらごめんなさいね。ほら、そんな感じするんですよ。この穴がね。うん。でもね、当時ね、この穴開きのね、こういうフィギュアとかね、おもちゃっていっぱいあったんですよ。ほんで、大体ね、今僕が言ってるように、この穴の周囲ですね、円周のね、この太さが多分鉛筆やと思うんですけど、まあ、鉛筆なり、ほんで、あと後ろ向けてね、もうちょっと幅が多かった、まあ、こう、指人形ですね。っていう風なのがよくわかるんですけど、想像しただけでもね。でも、たまにね、この時代でも不思議なのがあって、これってわかりやすい穴じゃないですか。たまにね、この穴何の穴っていうのがようあったんですよ。多分まあね、ほにゃらら製のやつでしょうね。どっちなの？どっちなの？ここ折っときよ。ニッとしてください。なんかね、ちょっとうちのね、猫のしまちゃんがちょっと最近そわそわしてます。どっちなの？ちょっとね、ごめんなさい、ちょっと、しまちゃんが今ね、猫のしまちゃんが今、そわそわしてますんで。一回ね、こちらの方で、動画の方を切らせていただきます。またね、私の動画の内容をいいと思ってくださる、まあ、こちらのファイナルファンタジーですよね。ファイナルファンタジーグッズが好きな方、ぜひチャンネル登録とコメントの方、よろしくお願いいたします。